さあ、注目のカード、T 対シグマ。1戦目の、あ、ごめん、これって何回戦 ?3、失礼しました。変えるのを忘れていました。ステージは、マッコさん、喋ります？今喋ってるの僕、せっかくのトゥーン対リンク、T シグマ、スマッシャーが認める2人同士の戦い、これはスマッコさんに喋ってもらわないと。あ、ごめん、 OK です。もったいないのでは。はい、さあ1戦目ステージはスマブラ。やっぱ試合が見えないんだけど、こっちで見ればいい。こっちでリアルタイムになってんの。あんまり近づけるとあれなんで、ここら辺に。あ、そうなんだ。はい、じゃあスマッシャーが、実況というか簡単な解説を見ていこうと思いますけど、今この辺もちょっと僕やり込み浅いんで、割とわざわざなこと言うかもしれないんで、ご了承を。まあ、リンク2、多分僕近いけど、ワンチャンリンク有利あるんじゃないかなと思うけど、個人的には。さっきコメントで、コムは飛び道具の打ち合いは X からリンクの方が。飛び道具戦はね、あんまり変わらない、正直、個人的には。ブーメランの性能はどうなんですか？シップはそんなに差にはならない。いや、ダントツでブーメランはトゥンリンクの方が強いんだけど、飛び道具戦で出るのは、まあ、弓矢もあるけど、正直、まあ、トゥーンとリンクって、ある程度知ってる人だったら、そんなに飛び力が脅威じゃないから、お互い。そこがまずあって、投げの点でリンクの方がバースト力に差があるから、トゥーンも、それは後ろ投げはあるけど、端っこ限定だし、もし後ろ投げ外しちゃったら、リンクの横様端で食らって死ぬことになるから、だから結構リスク的に考えたら、リンクの方が強い、強い技を放しやすいって意味ではリンクの方が具があるけど、っていうのがやっぱ足が速いし、追っかけるのはどうしてもリンクになっちゃうから、そうだね。シグマ君がだから T リンクの攻めをどんだけ、こうなんか付き合わずに捌けるかっていうのがあって、まあでも、やっぱ T さんはその辺長けてるプレイヤーだから、どんだけ、そうだね、本当に攻撃と防御だけど、でもシグマ君もトゥーンリンクなんだけど、珍しく攻めるトゥーンリンクだから、だから割とどっちもやりたいことをやろうとして、やりたいことを通そうとした方が勝つって感じなんじゃないかなと思う。爆弾の強度リンクで、あ、爆弾もそうだけど、そんなに勝ち合わないと思う、多分。強度的な問題でも。それもでもお互い分かってるから、そんなには。あれ、キュウキュウ。こういうのをね、やってくるから、キュウキュウ。おーっと、今のもいいやってか、むしろ今、シグマがよく空中回避出せたなと。そうですね、多分今、見てから反応したっぽいかな。もう俺だったら絶対当たってた、今の。完全意識外だった。あーっと、うまい、ここで空前が刺さっていく。思わずコントローラーから手を離してましたし、まあ、どっちも空前すっごい飛ぶことで有名なんですけど、まあ、やっぱリンクの方が着地隙少ないから、コンポネ優勢のだとリンクの熊の方が多分今は強いです。で、このダメージ。27%。2発当たったらあれだけ20だから、ね、簡単なコンボよりが減っちゃうぐらいなので。まあ、ほんと序盤限定ですけど、ポージャク。回避を買っていくが、ティーリンク下付け見せていく。じゃあ待てて、おっと、横強暴れ、新しい。さすがにミスかな。何かが狙いだったんだ。あ、これで、おっと、しまいで、しっかりグーつき。ちょっと一瞬ウエスマホールするかもあったような雰囲気もあったけど、安定のウエスキを得ていく。そう、シグマ君といえば、あとこの少年プロショットね、プロショットの力が非常にうまい。プロショットじゃない、フックショットですね。さあ、こうなると早めにシグマ君バーストしないと、まずはストップ並びたいところですけど、やはりね、あと T さん、サブキャラで一応チュンリングも使ってるから、やっぱりチュンのことは分かってる感のある動きをしてます。こういうのが怖い。今のね、完全横スマで終わりますからね、怖い怖い。シグマ君もまあ勝負の一手でしたけど、まあお互いなんかごまかされた感じになりますね。回避を見ていくか、夢乗って、爆弾先生。あー、T リンクなかなか、普段なんかこぼれ投げで、こういうのが怖い。簡単に出して、一瞬の点が作っていく。ファイティングリック、これが噛み合わない。横行、これはさすがにバーソー。リンクのイメージですけどね、崖際の欲求は。さすがにパーセントあれが下がってると。まあ何言ってるかと、ベクトルが結構エグいから、横行が。だからリンクみたいな復帰弱者だと普通に、今のは普通にバーソーしたけど、展開の重視でも全然横強はありです。なるほど。これは上強ね、あんまり入らないが、まあダメージは十分といったところ。上強が、上様対決、この対決、このダメージ。追いついてきましたね。リンクでなんだかんだね、着地、リンクからごまかせるけど、トゥーンリンクみたいなね、分かりやすい上に判定の強いキャラだと割とごまかしが効かない。
爆弾ね、あーあっという間にシグマリンク電光石火のゴルゴ追いついていく。わあ逆転、これはコンボつながるんですね。ていうか場合によってバーストすることもあるっていう刺激を植え付き、僕はこの具合になっては普通にバース、リンクはちょっとバースが少ないと思うけど、今何気に盾を使いましたね。さあ透かし投げ、これ植え付き、これはまだ2択に勝っていくシグマラトゥーン、刺さらない、しかしジャンプを取っている、アンテナ投げ、まあ、ちゃんと無敵寄りしてる、しかしまだバーストはしないか。さあおお怖え、キーリンクが追いついていく、おっとこれ勝負の反転投げ、これは当たらないか、おっとこれは目指して避難してしまう、さらに避難、さあキーリンクお得意の崖際だがジャンプで逃げていく、さあシグマラトゥーン、これはまだ台の下で降りていく、つかみこれは勝負、あっと深み届かない、うん、リンクだっとジャンプに引っ掛けていく。このゲームね、やっぱジャンプ上がり空中回避って強いけど、やっぱそこで言うように狙われやすい。リンクは結構これを狙いですよね。さすが T リンク。いやー、勝負どころ当てていく。もう投げすかは。お互いね、もう。お互いね、来る展開でしたね。そうとしてましたけど。というのがやはりちょっとリーチがね、リンクの場合やだったら多分届いてた。ダッシュ使いだったら届いてたかもしれないですけど、逆にラインがちょっと足りなくなるかもっていうのは。まあ当たってたら多分ダッシュしても問題なかったんだけど、まあ多分どっちかというとちょっと T リンクがもうちょっと前に踏み込んでくる読みで多分置いた感じだったのかな、内からどちらかというと。確定はいなかったのかな。さあまずは1本取ったな T リンク。さあリンクとトゥーンリンクどっちが強いかというのが分かりやすい。ホタテとイメージ見せかけて実はホコホコですからねこれ。うまい。全然盾じゃないというか、お互いもうやる気満々ですね。さあまず1本取ったなティーリンク。さあまずはここはシグマティーリンク、まずは1本取って並びたいところですが、おっとダッシュですま、爆弾が当たり方が一応パーセントが低すぎたかな、東が、おっとガーキャメスマしっかり、例えばガーキャメスマ、そうですね、ほんと反撃精度が非常に高い、この辺が他のリンクと T さんのすごいところっていうか、すごいところっていう言い方が結構難しいんだけど、なんか特別になんかものすごいかっこよくてすごいことをするわけじゃないけど、なんとなく最後に勝ってるのはなんか T リンクみたいな強さがあるのがすごい。なんか難しい、小難しいテクニックするタイプじゃないんだけど、まあ単純にやっぱ地味なところで反応が早いだとか反撃がしっかりしてるとか、あと細かい部分で対策だとか、目に見にくい部分でやっぱり本当にうまい T さんは。まあ、逆に言うなら本当に真似しにくいこのリンクは俺も見てて思う。さあ最初の展開現状ではまあ体力的には D リンクはかなり有利を取っていますが、おっとちゃんとブーメランを見ている、これは投げ使って出し投げ、うまくついていけ、植え付き、これは2択に、まあ2枚目のはまだ死ななかったかな、おそらくクリーンヒットでもギリギリ残るでしょう、ダメージを取っていく、怖い。さあ D リンクここで歩きを見せていく、さあ仕事ジャック食らって、おっと危ないぞ、まだ爆弾持ちながら復帰、しかしこの崖際ジャンプ引きながら、おっとグーマイ、いい暴れ、刺そうとしたから逆に当てていく、今のはこのまま掴んでたら横強とかで、まあまあ、おっとなんだそれよくわからないが当たっているぞ、回り込み様子見の歩きからの、そうですね、ティーンコ歩きが冴える、何気にリンクね、あと歩き盾が今回発動するからリンクのね、爆弾とかブーメランとか何気に無効化しながらできるっていうのも地味に保険になります。激強ってわけじゃないけど割と便利だったりします、ね、これは植え付き、これはまあ隠ったのはしなかったかな、隠りはしますが回避の2択、展開的には1戦目と似たような感じしましたが、まずはおっとこれはやってしまったシグマトゥーン、ワイヤーがわずかに届かず、ティーリンクプレッシャーがあったな、ティーリンク、お見事、いやーまあ怖いよ今も外までちゃんとプレッシャーかきに来てましたからね、そうです、先ほども下投げでダメージ取るんじゃなくて後ろ投げを使ってね復帰阻止の展開作るっていうのがあったんで、やはり復帰阻止に自信があったんでしょうね、実際ティーリンク結構復帰が弱いキャラ、弱いは言い過ぎだけど、やっぱりねちょっと知ってる人には割と止められちゃうキャラなんで全然ありでした、いや面白かったな、面白かったですね、まあでもシグマ2もねまだ敗者側に行っただけなので、ね